今日の給食です。今日はまずご飯、そしてお味噌汁、そして主菜はチキンの照りマヨ焼き、ブロッコリーが添えてあります。そして春雨ソテー、今日のデザートはみかんの缶詰です。ではいただきます。お味噌汁からいこうかな。お味噌汁の中には小松菜かな、小松菜とそれから油揚げが入っています。いただきます。うん、おいしい。なかなかちょっとね、家で味噌汁を作らないことが多いので、お給食の味噌汁で栄養をとってます。そればかりじゃないですよ、もちろん。おいしい。じゃあチキンの照りマヨ焼きいきます。なんか目つぶって食べてたらきっと焼き鳥みたいな感じがするのかなっていう味付けなんですよね。この照り焼きのソース、照り焼きソースとマヨネーズがやっぱり合いますよね。ちょっとマヨラーってほどではないんですけど、でもマヨネーズつけて食べるの結構好きなので美味しくて嬉しいです。春雨ソテーには人参とか、あとこれは何の野菜かな、シーチキン、ツナもね、はい、ツナも入ってます。でね、やはり子どもたちが食べるということを考えてくださってるので、春雨もこう細かく切ってくれて食べやすくなってます。ほうれん草か、小松菜、どっちだ。具もね、たくさん入ってて嬉しいです。お肉もね、やっぱり子どもたちが食べやすいようにということで、こうちっちゃくね、本当にこう一つのお肉を5等分ぐらいに一人一人切ってくださって提供してくれるんです。なので一口サイズです、私にとってはですけどね。ちょっとこう残るマヨネーズがたまらない、美味しい。
つゆも美味しいですよ。ソテーのおつゆ、ちょっとこうご飯にかけて最後食べたくなっちゃう感じ。お肉が最後の一切れになっちゃった。デザートだけになっちゃいました。デザート、みかんの缶詰です。なんかね、食べだしたら止まんなくなっちゃいますよね。食べちゃいました。今日もご飯もお味噌汁もお肉もソテーもそしてみかんも全部完食しました。今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。